こんにちは。今日はまな板プラスモッドを使ってサバイバルをしていきます。それだけですか？まあまあ目標は、特にないんですが、ダメじゃねえか。まあやっていきましょう。とりあえずメインのものを作る RTA をしていきましょう。どんな RTA だよ。いやもうテンポ悪いもん。RTA 舐めてるだろ。松明回収します。もう17秒ですけど遅くない？あとさっきからピピって鳴ってるけど何これ？なんかよくわからんですね。あと RTA ってていうのは演出です。あと尺を稼ぐためですね。リアルなことを言うなぁ。まあ言いたいことを言うだけなんで絶対そんなかからないだろ。だってもっと入れてますやん。38秒もかからんでしょ。テンポ悪いよ。早くまな板くくれや。いやまず木を切ります。いやいやもっと入れてるから数秒でできるやん。いやだからただの尺稼ぎって言ってるだろ。1分経ってますけどこの苦痛はいつまで続くのですか？まあガチの RTA やりますか。ショーツですけどね。じゃあこの間にモッド紹介します。一時停止推奨です。多分一部は使わないと思います。なんで決まってないのにそんなこと言うんだい？多分導入してること知らないでしょ。導入してるモッド知ってる？知らねえ。やっぱ知らねえじゃねえか。あ、ベッドいました。ベッド。いや羊です。羊毛よこせ。時計この豚。お前は俺のベッドになるんだよ。お前サイコパスなの？いや俺はサイコパスじゃないよ。その笑顔が怖いです。いや俺は怖くないよ。とりあえずベッド作りまして、じゃあ本格的にまな板を作っていきましょう。確かにそんなものがありましたね。まな板 RTA でしたっけ？という名の尺稼ぎですね。じゃあチートの本領発揮です。基地3個斜めに並べて、ダイヤ64個です。おい、これ2分もいらないだろ。尺稼ぎって言ってるだろ。いい加減にしろ。完成。間違えた。どう間違えんねん。完成。記録は2分49秒でした。ただの時間の無駄遣いかな？ただの？やめろやめろやめろー。おい編集。今の字幕は悪意だろ。こいつてたらマイクラが壊れちゃった。これはですね、希少価値のあるダイヤモンドが、石みたいになります。もしかしたら犬の糞ぐらいの価値になります。まな板64個作って。挑戦の音うるさい。ただ録画ソフトのおかげでそんなにうるさくないんだよね。まあ、編集でいじくりましたけどね。うぜえええええええ。めちゃくちゃ腹立つ。殺していいか。それは良くないなぁ。まあ説明すると録画ソフトの設定をいじって録画音は BGM にかき消されるほど小さいのですが、編集でめちゃくちゃ上げただけです。多分視聴者の鼓膜はおかしくなったよね。音量注意って書いたのでこれは自己責任です。クズじゃねえか。とりあえず体制整えて、今回の目標は、家を建てる。まあ、豆腐ですけどね。建築センスマイナスなの？そうですけど何か？アップなダイヤの斧64個作るところだった。ダイヤの斧を作って、適当に白樺を切って。なんか木こりしてたらどうする？
靴見つけた。けど何もありませんでした。まあ何かあったらそれをメインにして尺を伸ばそうとしたのに。とりあえず家を建てるところを探します。整地するところが少ない方がいいよね。まあここにします。なんか編集が雑な感じがしてきたなぁ。とりあえずチェストに入れる。作業まな板で増やすつもりでしょこれ。あ、バレました？だって素材集めだるいもん。木こりもっと入ってるから多少は楽でしょ。でもまあ使えるものは使っていこうってスタイルです。とりあえず倍速していきながら、今後のスタイルの話をしましょうか。今後はマイクラを中心にゲーム実況をしていきたいなと考えています。もともとは野球系動画ばっかり上げてましたけど、野球がオフシーズンで特に作る動画ないので、応援歌系作るのは時間がかかりますので、実況動画を作りたいと考えているので、なんかおすすめのゲームがあればコメントよろしくお願いします。露骨な米稼ぎはやめるんだ。まあ大丈夫、長い動画は早い人は1分でブラウザバックするから、ちゃんと見てますからね。ごまかせないですよ。あまり裏側言うと怒られそうだからやめようか。どうしようか、全然喋ることがないです。まあ、あとは完成するまで倍速するので飛ばす人は、9分50秒まで飛ばしてねー。ありがとうございました。